ポマク人は主にブルガリア人のムスリムの人々を指す。また、ユーゴスラビア時代のマケドニア共和国におけるスラブ系ムスリムのことを指す場合もある。民族衣装を身につけたポマク人ブルガリアにおけるポマク人はオスマン帝国支配下でキリスト教からイスラム教に改修したブルガリア人の子孫である。その名前はポムチェーンあるいはポマガーチに由来する。 ブルガリア語を母語とし、同国のトルコ系住民や、その他のムスリムと混じり合わないし、ブルガリア正教徒たちとも異なるアイデンティティを持つ。ブルガリア政府は、ポマクビトを少数民族というより、宗教的少数派とみなしている。ギリシア政府は、ギリシア領に住むムスリムが話すのはトルコ語のみだと、みなして、ムスリムたちを教育する上でトルコ語のみを使用するようにしてきたので、 彼の地のポマクは、ほとんどがブルガリア語と、トルコ語とバイリンガルであり、トルコ語しか話せないものもいる。また、ブルガリア語を話すと言ってもそれはトルコ語と、ギリシア語に相当な程度影響されたものであり、本国のブルガリア語標準語とは大きな隔たりがある。トルコにおいてもポマクのコミュニティは存在し、人数の規模は12万人程度だと概算されている。しかし、トルコ政府は、 ポマクのことも少数民族として承認しておらず、トルコに住むポマクは多分にトルコ化されている。そのため彼らのうちには自らをトルコ人と自認する者も,もいる。ブルガリア人の間では、マケドニア語はブルガリア語の一部であるとみなされており、マケドニア語を母語とするムスリムはポマクであるとみられている。これらの人々は自らをポマク、トルベシュ、あるいはマケドニア人とする。 民族自認を持っている。ユーゴスラビア時代は彼らは民族自認としてムスリム人を名乗っていた。ありがとうございます。